P&G ジャパン P&G 製品一覧、ファブリーズファブリーズダウニーエープリルフレッシュの香り。ファブリーズは、プロクターギャンブルが世界各国で発売している、消臭剤のブランド名。日本では布製品用の消臭スプレーから始まったが、その硬質内容の設置型の製品、トイレ用製品、ペット用製品など、様々な種類が発売されている。 洗濯機で頻繁に洗えないカーテン等の布製品に吹き付け、消臭できるスプレー型製品として、地域限定のテスト販売を経て1999年3月に全国発売。当初は消臭効果を謳うスプレータイプ1種類のみだったが、全国発売から半年余りを経た1999年8月に、除菌効果をプラスした、除菌プラスを追加した。 2000年代に入ると、フローラルの香りをはじめ、緑茶成分入りのものや除菌力を高めるなど、製品ごとに特有のコンセプトを持ったラインナップとなった。そして、2009年2月にスプレータイプ5アイテムを刷新し、方向タイプは、ふわりそうよく,くつろぐ香りをコンセプトにした新産アイテムになり、香りが残らないタイプは、ダブル除菌シリーズとなった。ダブル除菌のみ、 約31回分詰め替えできるビブ仕様の10リットル入り業務用サイズが設定されている。後にメンクールアクアの香りも業務用サイズが追加された。ハウスダスト対策が施されたハウスダストクリアや車用、ペット用が発売されている。車用はシートバックポケット等に収納可能なサイズパッケージデザインでカー用品店や ホームセンターのカー用品売り場などにも販売されている。ペット用は野菜由来の消臭成分である。ファブリーズのロゴは2007年のトイレ用、ファブリーズの発売置きに変更され、デザインは変化せずに従来のものよりやや細くなった。2010年2月から置き型、ファブリーズのゆったりリラックスフルーティ、優しいフローラルハートで、 先行採用されていた回をモチーフとした囲いが入った新ロゴを他の既存製品にも導入、すべて同じロゴマークで統一された。2002年頃にファブリーズするから転じてファブするが2004年頃にファブルという若者用語が生まれており、動詞、ラギョー段活用の新語として注目された。CM のシーンや日頃の動作から出手するという動詞も使われている。 使い方は個人による。基本的に臭いが付着している布製品に対して少し湿り気がつく程度に数回スプレーさせて自然乾燥することで消臭と除菌が行えるとされる。生体に向けた噴霧は想定していない。布製品の材質により変化も見られ、水洗いやクリーニングの洗浄が困難な場合は目立たない部分で試すことが勧められている。2005年9月に 置き型ファブリーズが発売。独自に開発された匂いキャッチャーゼリーを含み強い方向に頼らない消臭を目指した。このタイプは玄関や寝室などにおいて使用する目的で発売され、縦置き、横置き寝かせ置きの3つの置き方が可能である。方向が苦手なユーザー向けに無効タイプも発売されている。効果が持続する期間は約一ヶ月半二ヶ月であり、 取り替えの目安は中のキューブ状のゼリーの大きさが変化した度合いで測ることができる。2007年に発売されたトイレ用でもキューブ型の匂いキャッチャーゼリーが採用され数種の方向が販売されている。2010年2月には従来のすがすがしいナチュラルの香り、爽やかリフレッシュの香り、無効タイプに森林。 布団を新配合し、置き型ファブリーズダブル消臭に解消。トイレ用は、置き型ファブリーズと同一の容器デザインとなり、香りも従来の3種類から6種類に増えた。2010年3月に新たに、車用を発売。特に匂いがたまりやすい、シート下に設置できるように形状が設計されている。香りは3種類用意している。2010年8月に、 ファブリーズアロマ10種類を発売。本製品は100%香料の香りオイルを収納するカートリッジに特殊な浸透膜を採用しており、常に一定量のオイルを吸い上げて放出するため、使い切る約60日後まで安定した香りの強さが長続きする。なお、香りパックはこのままの状態で本体にセットするだけで使用できる。以前放映されていた。 本製品のテレビ CM の最後に、香りパックは破らずそのまま押し込んでくださいのアナウンスがあった。後に、布用スプレーミストラル同様に、リゾートコレクション3種類を追加。2012年4月には、ダウニーエープリルフレッシュの香りを追加した。室内用との置き方と車用は付け替えようが、設定されているが、トイレ用は衛生上の観点から付け替え用は設定されていない。 付け替え用は発売当初、トイレ用の置き型にも設定されていたが、2010年2月のリニューアルで設定されなくなった。2011年に置き型、ファブリーズの外装が変更となり、これまでのプラスチックケースから透明窓付け紙箱に変更となった。2014年春に部屋用の墨急消臭クリーンガーデンを数量限定で発売。同年9月に付け替え用を 追加発売して、通常製品に移行すると同時に、車用にも設定された。2016年春に、靴箱用ピュアクリーンの香りを発売し、他の香りも、パッケージニューアル。さらに、爽やかスカイシャワーの香り、すがすがしいナチュラルガーデンの香り、向こうの3種類には付け替え用を2個セットが設定された。2018年3月に、既存の 無効よりも有効成分が多く配合されたキッチン専用無効が追加発売された。同年9月には壁に付着したアンモニア分子まで中和消臭し、継続的に防臭コートを行う消臭、防臭成分が配合された W 消臭トイレ用消臭剤が発売された。香りは当初は3種類だったが、2019年9月にアップルガーデン、 2020年2月にクラシックブーケが順次追加発売され5種類となっている。2020年3月には既存の W 消臭トイレ用消臭剤に自然由来の成分を追加したことでビニールのクッションフロアやトイレマットなどの浸透性の高い素材に対する抗菌効果をプラスした W 消臭トイレ用消臭剤抗菌を EC サイトで先行発売。翌月には 店頭でも発売された。香りは当初、ウルトラフレッシュ、シャボンとクリスプガーデンリーフの2種類だったが、同年9月にナチュラルマウンテンエアが追加発売され、3種類となっている。2021年3月には、容器のデザイン設計に流体力学を取り入れたことで、少ない空気の流れでも香りパック裏側にある、浸透膜全体から消臭、 方向成分が均等に拡散して空間の隅々まで伝わる360度消臭テクノロジーを採用した W 消臭玄関用消臭剤が発売された。2010年3月にエアゾールタイプの部屋用ファブリーズ、ファブリーズミストラルを発売した。スプレーの粒子は布製品用のファブリーズよりも細かい、ため香りが約3時間程度持続する。 この製品は海外向け製品、エアエフェクトの日本向け仕様で、日本向けファブリーズ共通のロゴと日本語表記がなされているが、外装を外すと輸入品らしさが残るパッケージデザインとなっていた。発売当初はプラスチック製のケースに入れられていたが、2011年に外装の簡素化が行われ、透明フィルムを折った上にボトル上部に 店頭用ステッカーが貼られた仕様に変更された。ラインナップは発売当初5種類が設定されていたが、後に布用スプレーと同じくリゾートコレクション3種類を追加し、2012年4月にダウニーエイプリルフレッシュの香りを追加した。同年11月にはトイレ用、トイレのファブリーズミストラルを発売。トウモロコシ由来の消臭成分とクレン酸を配合した。 ダブル消臭システムを採用。ブルー基調のパッケージデザインとなっており、香りはフルーティーソープとクリーンシトラスの2種類を用意する。2013年2月にはお部屋用のファブリーズミストラルにスッキリアクアのミストを追加。本校長のみ、既存の一部製品に採用されているダブル消臭システムが導入され、トウモロコシ由来の消臭成分を2倍に強化すると、 共に、クエン酸を配合した。合わせて、ファブリーズミストラルの既存の香りも、パッケージデザインをリニューアル。店頭用ステッカーが、製品の特徴を明記したものとなり、店頭用ステッカー、透明フィルムを外してもパッケージがそのまま残る仕様となった。2018年1月には、空間用の新たな消臭スプレーとして、 ファブリーズマイクロミスト EC サイトで先行発売、同年3月に店頭でも発売が開始された。本製品は既存のファブリーズミストラルとは異なり、微細ミストの広範囲噴射を可能にする新型のスプレー容器の採用により、エアゾールガス不使用を実現しており、廃棄時のガス抜き作業が不要になるほか、スプレーの再利用が可能なように付け替え用も設定されている。 2019年3月にはウォータリー・モリンガが追加発売された。2012年4月にファブリーズ・クルマ・ージクリップを発売。本品はクリップをパチンとなるまで起こし切り、エアコンの送風口に取り付けて使用するもので、ファブリーズ・アロマと同じ100%香料オイルを用いている。香りの強さは上部のつまみで3段階に調整できる。効果は 約30日間で1回使い切りとなっている。また、カー用品店に限らず、スーパーやドラッグストアなど幅広い販路で購入が可能である。そのため、新規製品でありながら車用消臭剤市場では金額シェア1位となっている。発売当初は6種類をラインナップしていたが、2013年11月に既存品の 1> 約1.6倍の消臭成分を配合した、タバコ用イオンアクアを、2014年3月には、備考、同年9月には、炭球消臭クリーンブリーズとペットの匂いの原因であるアンモニア等に対しての効果を高めた、ペット用サンライトブリーズを、2016年3月に、クリスタルアクアと、クリスタルシトラスの2種類を順次追加された。また、2014年からはニコ入り包装も設定され、 当初は、スカイブリーズとダウニーエイプリルフレッシュの2種類だったが、その後、微光、リーフガーデンブリーズ、フルーツシトラスブリーズ、タバコ用イオンアクアにも設定され、6種類が発売されている。2015年には、フラワーブリーズが、フラノラベンダーに改名、リニューアルし、他の香りもパッケージリニューアルした。2018年3月には、微光が全面リニューアルされ、 ふんわりシャボンのそよ風と柑橘炎のそよ風の2種類となり、その他の香りもブルー基調またはシルバー基調のパッケージデザインにリニューアルされた。2019年3月には防カビ成分を配合し、エアコンのエバポレーターに発生するカビを防止する効果が追加された防カビエキスパートと女性向け校長のプールファムが発売された。 2020年1月には、防カビエキスパートに、フレッシュシトラス、ビコ光に、ミントブロッサムのそよ風がそれぞれ追加発売された。同年9月には、防カビ成分に加えて、タバコの匂いに対する消臭効果を強化したタバコエキスパートを追加し、初の男性向け校長のプールオムには、初の店舗限定品となる、プラチナアイスがオートバックス限定で発売された。 2014年8月には新たにプレミアムクリップを発売。本品は独自のダブルウィックテクノロジーと車イージークリップよりも多くの種類の香料を配合した香りのオイルを採用。オイルがチンに引き上げられて初めて揮発するため、車イージークリップの2倍以上となる約70日間効果が持続する長持ち仕様である。 香りオイルが入ったボトルを本体ケースに装着して、エアコンの送風口にセットして使用する。香りの強さは、車イージークリップよりも細かい5段階調整となった。香りは5種類が用意されているが、本体ケースの色が香りによって異なり、ホレストコンチェルトは、木目デザイン、メロディオブフラワーズは、フラワーデザイン、先以外の3種類は、ブラックとなる。発売当初は、 本体のみだったが、翌月に付け替えようを追加発売。さらに、2015年6月には、ホワイトの本体ケースを採用したシトラス系の校長、ボイス・オブ・スカイ、2016年春には、赤と黒の2トーンカラーとメッシュデザインのケースを採用したジャズナイトフレグランスを順次発売し、7種類となったが、ラインナップの整理により、 2020年3月時点では4種類となっている。このファブリーズの開発中、匂いを防ぐ効果のある柔軟剤、レノアが開発され、日本ではバウンスの後継として2004年に発売された。また、2007年には、同業のトイレタリーメーカーのユニチャームと共同で、花粉対策キャンペーンが行われた。他、洗剤、アリエール、大人羊紙おムつ、 アテント、食器用洗剤、除菌ジョイ、ジョイコンパクト W 消臭、食器洗い器用洗剤、食洗器用ジョイ、ジョイジェルタブにも配合されている。2019年には、ファブリーズの検査基準をクリアした消臭、抗菌機能を持つ素材を使用したシングが、西川より発売された。すべてのタイプに、トウモロコシ由来の消臭成分彩が含まれている。また、クワットと呼ばれる。 有機系の除菌成分、それを高める有機酸が多くの製品に含まれている。他に使用されている成分には水溶性凝集成分、香料、水がある。皮膚への刺激などいくつかの観点から安全性を検査している。その安全性データから一万一口に入った利益が肌についた場合、妊婦が近辺にいる場合でも、 ラベルに基づいた仕様であれば安全上問題はないという。ただし、目に入った場合は、洗い流すことを促しているほか、ペットへ直接吹きかけるといった行為は禁じている。星印は、ファブリーズナチュリスから導入されている、ブランドロゴを表記している、製品不要空間用部屋用トイレ用車用、P&G プロフェッショナルブランドで取り扱っており、 販売経路がオフィス用品販売サイトなどに限定されている。1999年より提供番組を中心に放映されている。当初はモニター風の出演者がカーテンや布張りソファなどに吹き付けて消臭できるファブリーズの使用インタビューを通じて利用方を提案する内容であった。1999年から2000年の除菌プラス編では保育所の勤務者が 子供のフレルシングやカーペット類に吹き付け、除菌もできる機能性をインタビューで追求した内容であり、これ以降、日本における消費者の潔癖傾向を高める製品の代表例となってしまっている。2000年には、主婦三人組が招かれ先のリビング、車中などで雑談を交わすシチュエーションにおいて、室内の匂いが気になり、ファブリーズを進める作品が制作され、2002年以降は、 ある家庭を舞台に、ソファーやカーテン、家族の上着などの匂いの元に対してスプレーさせる、趣旨の作品が続いている。なお、韓国など海外においても、同様の内容の CM が制作されている。2011年6月から車用、ファブリーズの CM が、ラジオのみで、放送開始。CM 冒頭は高級自動車もしくは、スポーツカーの CM を想像させる内容だが、 途中で突然子供の声で、でも中は臭いよ、変な匂いがするよというセリフが入って最後に、匂いは全てを台無しにすると締めくくる内容の面白さから話題になっている。2013年7月下旬からは、期間限定で、レッツファン、ファン、ファブダンス踊って、部活の夢を叶えよう。編が放送される。なお、この CM では、松岡修造がアイドリング。 のメンバーのうちの9人と共演している。日本においては、1998年のファブリーズ発売の翌年の1999年10月に、顔がウィルプロジェクトによってメーカー名を積極的に出さない状況下でウィルクリアミストを発売している。2002年9月に生産終了となったが、2005年に実質的な後継商品リセッシュを発売し、 ファブリーズとしのぎを削っている。また、花王が先に発売したアレルクリン清潔スプレーに対して、P&G はファブリーズハウスダストクリアを発売している。2005年の置き型ファブリーズ発売時にはすでに末置き型の消臭剤が複数社から発売され、一定のシェアが確立されていたが、置き型に類似した性質の製品の一例としては、SK のエアウォッシュや小林製薬の クリエアがあった。しかし、エアウォッシュは、車用消臭剤のみにラインナップを縮小しており、クリエアは、消臭元への統合を経て、廃止となった。また、カオも2010年8月に、置き型リセッシュの発売により末置き型の、消臭剤事業に参入していたが、2013年9月に、生産終了となり、撤退となった。ありがとうございます。